トネ公園より西側を撮影改札口トネ公園駅は東京都足立区トネ公園にある東京都交通局日暮里トネリライナーの駅である。駅番号は NT11。建設当初より駅名箇所はトネ公園駅であったが足立区による駅名公募では1位が都立公園、2位がトネ公園であった。一方、応募のほとんどが トネリ公園関連の名称であり、歌唱も沿線住民に浸透していることから、歌唱通りのトネリ公園が推薦決定された。島式ホーム2面3線を有する公開機である。近隣にあるトネリ公園の地下1階に、日暮里、トネリライナーの車両基地が設けられており、駅北側で本線から車両基地に向かう軌道が分岐する。 分岐した軌道は地下へ潜り、幅約85メートル、長さ約530メートルの車両基地に接続する。夜間対白の設定はない。周辺に高い建物がないため、他の駅と違い、ホーム外側には、停車時に住宅などへの覗き見を防止するための白い壁がない。2020年度の1日平均乗降人員は3537人で、ある。 日暮里、トネリライナー13駅中、第12位。開業以来の1日平均乗降、乗車人員の推移は、下表の通りである。最寄り停留所は、トネリ公園駅とトネリ公園前となる。以下の路線が乗り入れ、国際工業と東京都交通局により、運行されている。ありがとうございます。